デヒンガは新朝の軍人、満州勢木畑人、茶ギャ氏、国立高父春出身。国立高の守りについていたが、1852年に国立高兵を率いて、帰山の指揮のもと、太平天国軍と戦う。1853年、陽州を攻めて、三川の戦いで太平天国軍を破り、副都島に昇進した。 1856年、広北大英が太平天国軍に撃破されると都民画に代わって、金差大臣に任命された。下品画は、揚州を回復し、広北大英の首相となった。1857年11月には、4年の間太平天国軍が守っていたウリスチンを、陥落させ首相の鎮台を切る功績を挙げた。1858年、 太平天国軍の陳玉星が安記章から攻め上ってくると敗北して六号に退いた。さらに陳玉星は港北を石鹸し、ついに陽州は陥落した。デヒンガは両港総督何カツ清と金佐大臣和春の弾劾を受け、1859年に解任された。北京に召喚された後はホルチン神農センゲリン鎮の幕下に入った。 1865年になると、官軍成功起伏と等に任じられ、新疆で軍務に就いた。しかし1866年、母の死で郷里に戻ると、そのまま亡くなった。朝廷からは、い、務の死亡が送られた。ありがとうございます。